お疲れ様です、ラットです。今日はですね、こちらの久しぶりにラット式ミラーデッキを、まあ、使ったね、まあ、リプレイなんですけど、今日はこれでまあ20勝チャレンジをやって、20勝行きたかったんですけど、まあさすがにまあ無理かなとは思ってて、けどいや実際やったら17までね、実際17まで行きました。これ本当にこれ17までこのデッキでやって、最後にね、ロイに負けたんですよね。ロイジャイに負けちゃって、でもこれ、こんな感じでね、一応、まあ17までいけたんで、結構良さげなリップとか、まあゴレとかね、このデッキ絶対ゴレ止めれないだろうっていう感じだと思うんですけど、意外とゴレは相性いいまであるんで、さすがに相性いいよ、嘘かもしれないけど、なんでまあ適当にリプレイを紹介したいなと思います。なんでこの辺が17、16、15とかですね。なんで、まあ、陸系が結構きついペッカと、まあ、ペッカと、あとはクロスと、バルーンとこれ、まあ、4つぐらいかな。はい、見ていきたいと思います。というわけで、まあ、負けたデッキは、これに負けたのか。いや、これは違うですね。これは、その前のやつで。このラバーロケットと、このラバーホバリングと、最後のロイジャイだけですね。よいしょ。というわけで、ゴレで、これから行こうか。1回目、ゴレ戦ですね。対ゴレ戦。はい、というわけで、まあ、プレイしてもいいんすけど、まあ、リプレイの方がなんか結構、なんだろう、めちゃくちゃいい感じのがやっぱいっぱいあるんで、はい、それを見ていこうと思います。よいしょ。というわけで、まあ、基本的に、なんだろうな、もう、ディガーコウモリめちゃくちゃします。ディガーコウモリでほぼほぼ削るしかないんで、ディガーコウモリ、あとはユーノとかロリババコウモリっていう、まあこの組み合わせですね。ユーノだけとかディガーだけだと、ユーノはまあユーノだけでもいいんですけど、ディガーだけだと、まあなかなかそのダメージにつながらないんで、結構ディガープラスコウモリ、ユーノプラスコウモリっていうのを、ユーノじゃない、ロリババプラスコウモリっていうのをよくやりますね。よいしょ。で、この辺はまあ防衛しつつ攻めるっていう感じで、このロリババで、まあ、ハンターを守る&、まあ、これにダメージ与えていきますね。よいしょ。で、まあ、ゴーレムを出されたら、まあ、シンプルに逆サイを攻めるんですけど、まあ、ユーノ、ディガー、コウモリぐらいで攻めるんですけど、その後のゴーレムの防衛に、まあ、注目していただければいいかなと思います。で、基本的に、まあ、ゴレに対しても、ラバに対しても、大型に対して、基本的にプリンセスミラーをして、守っていきます。プリンセスミラーをすることによって、まあ、範囲攻撃なんで、プリンが。範囲攻撃だからこそ、その火力がそこまでないんですけど、まあ、範囲攻撃だけど、いっぱいいればその分火力になるんで、で、それに合わせてトルネードを組み合わせていけば、まあ、プリンミラーのトルネードで結構ゴーレムプラスゴレの光栄を、まあ、溶かすことができるんでね。まあ、大型が出てきたらそんな感じで、それまでは、まあ、イチャイチャし合うって感じですね。で、まあ、回転早いし、相手が大型とか出してこなかったら意外とこんな感じで、まあ、リードを取れますね。で、削り大事なんで、これ削っとかないと、本当にイモられたら、ケツからハンター出されて、ケツからプリンス出されてって、されちゃうと、もう逆サイをね、攻めるしかなくなっちゃうんで、基本的に、まあ、1-0では勝ちたい。1-0で勝ちたい編成ですね。よいしょ。これもう負け確じゃんみたいな感じなんですけど、これ守りますね。で、光栄を。つって、いやマジでトルネードプラスのプリンセスミラーが強いんですよね。これやばくないですか。もうこれで守れてるんですよね。範囲攻撃が強すぎて余裕で守れてるんで、でまた、まあ、ディガー溶かすかな。ディガーで削りつつ、まあさすがに守られますね。でここはまあプリンいっぱい作って守ってあげます。すでに4体ですからね。でロリババで1体処理されるんですけど、いややばい、相手のメガとかも一瞬で解けますね。で、ユーノの突進でプリンを止めようと思ったんですけど、プリンスか。まあまあ、ここはちょっと危なかったんで、気持ち防衛ですね。あと377は、まあ、ディガーミラーをしとけば、まあ絶対一発は入ると思うんで、様子見て、相手がユニット出すの様子見て、でまあ、逆サイにですね、そう、毎回イモられると突破できないんで、こうやってユーノを逆サイに出してあげることによって、まあ相手はね、やっぱユニット咲くんで、そしたらこのディガーが通るっていうのありますね。よいしょ。ちょっと危なかったですけど、
これはもう多分ディガーミラーで終わりだと思うんですよね。ディガーミラーからのハシマイプリンかな。ハシマイプリンからのディガーミラーでしたね。まあどっちも一緒ですね。まあこれが気持ちいいですね。まあ絶対入るんで。はい、という感じで、まあゴレに対しては、まあ絶対プリンセスミラーで守ることは絶対ですね。じゃないと光栄を溶かすことができないんで。はい。あとはまあトルネード、プラストルネードだったり、トルネードをうまく使ってやるといけると思います。というわけで。またディガっぽいで、このゴレも同じですね。1個おられちゃったんですけど、その後買ったって感じ。あとはクロスか。クロスにしますか。クロスは、まあ、これでもいいし、どれでもいいんですけど。ああ、クロスだとバルーンですね。バルーンもいっぱいある。これ引き分けだったんですけど、相手に引き込まれてたんですよね。よいしょ。対バルーンですね。対バルーンは、これ、えぐいっす。えぐいっす。見ててえぐいっすけど、もう本当に100です。勝率100までありますね。まあでもこの今のテンプレのバルーンにはなんですけどね。また型が違ってくると分かんないんですけど、この最近今流行ってるインフェ型とかインドラ型のアウトローバルーンに対しては、いやマジで強いですね。もうメタまでありますね。このバルーンデッキ今流行ってるんですけど、このバルーンデッキのメタデッキって何ってなるぐらい結構強いんですけど、相手のデッキ。これですね。トルネミラーが相手のこのバルーンデッキのメタですね。でこれが普通だったらもうきついんですけど、トルネードがミラーできるんで、これで引き寄せてからのキングに。よいしょ。はい。それだけです。ちょっと悲しいですけどね。もうこういうことですね。本当に。もうこれでキング起動できちゃってるんで、この後はマジで楽ですね。ディガーもスケとかだけでも守れるし、バルーンもなかなか通んないし、またバルーンが入りそうで危なかったらトルネミラーすればいいんで、鬼です。で、まあやっぱ最近ロリババが流行ってるんで、プリンセスが処理されない。ロリババなんで届かないんで、結構後ろプリンとかに飛んできたディガーも有能で防衛できるしみたいな、なんだろうな、もうこのバルーンデッキのメタですね。まあトルネミラーでキング起動がアホみたいに強いですね。よいしょ。ね、まああとは本当にこのままディガーを飛ばしつつ、まあ守る、プリンミラーで守っとけばって感じですね。でここもスケとかでディガーほぼ2発とかで守れるんで、で、まあ、この相手のデッキと対戦する上では、まあ、やっぱ相手の陸受けが、アイゴレと、まあ、アウトロー、ロリババディガーとかなんですけど、正直ディガーを削る、防衛できるのはアウトローしかないんですよね。まあ、アウトローとコウモリか。なんで、こう、アウトローを割いた時にディガーを飛ばすと、相手はディガー受けがないんですよね。なんで、多分ここで守るんですけど、守りつつ、さえディガー飛ばしますね。したら、相手、このディガーを絶対守れないんですよ。100% 入るんで、アウトローないと。よいしょ。っていう、まあ、相手の陸受け、今これしかないなっていう時を見計らって、まあ、ユーノとか、ディガを飛ばせば、すごいいいかなと思います。でも、ここは多分することなかったんで、飛ばしてますね。よいしょ。で、このディガーもしっかり処理して、スケ出そうとしたけど、まあ、コウモリ出ちゃったんですけど、まあまあまあ。よいしょ。で、これユーノは多分相手許容かな。許容ですけど、許容しすぎてると、まあ、結構刺さっちゃいますね。よいしょ。で、このバルーンも別に、まあ、コウモリ飛ばされてもトルネミラーありますしっていう感じで。よいしょ。いや、マジでこれ、なんかやってると申し訳なくなるんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。対バルーンとかだと、アホみたいに楽しいですね。だって絶対通んないんですよ、相手の攻撃が。ちょっと危ないなって思っても、トルネミラーでなんとかなるし。よいしょ。で、これはまあ逆サイ、相手アイゴレ裂いたんでね。シンプルにこれが辛いですね。よいしょ。っていう、まあ、なんだろうな、本当に、ただのメタなんですけど、これは、まあ、このデッキをただ使ってほしいから、まあ、見せてる感じですね。この対バルーンがこれマジで楽しいんですよね。で、回転早いんで相手もこう雪玉飛ばすんですけど、もうそれまでにはコウモリが仕事してるっていうので、よいしょ。でディガーミラーか、まあ、ディガーミラーですね。であとプリンセス巻いてフィニッシュ。素晴らしいですね。気持ちいいんですよ、このバルーンが今流行ってるんで、これ当たるとマジで気持ちいいですね。よいしょ。はい。ってわけで、また2つぐらい。で、これは、あと相手200ぐらいまで行ったんですけど、それを永遠になんか、インフェルノタワー建てられて、アウトロー置かれてで、もうこの人は勝とうじゃなくて引き分けにしようって持っていかれましたね。なんで、最後の最後削れず、あと100ぐらいから残って、200でリガーが2発殴って、多分終わりぐらいだったんで、はい。最後削れずでしたね。で、まあ、あとは、クロス。
いきますか。でこれ今まで僕のこのトルネのデッキって弱点だったんですよ。クロスボウが弱点だったんですよ。もう防衛クロス立てられたらどうにもできないとか、攻められたらどうにもできないだったんですよ。でだけどこのウッドがロリババになったおかげで世界変わりましたね。マジでロリババがまずクロスに強いじゃないですか。なんでロリババミラーでほぼクロス止めれますね。やばいっす、やばいぐらい止めれます。なんでこのクロスに対しても結構余裕ぐらいまで行きましたね。だから前までだったらマジで勝てないだったのが、ギリ勝てるを通り越して余裕で勝てるまで行きましたね。でこれはもう相手がエリポンクロスだなって分かったんで、一回ディガーをエリポンじゃないとこに飛ばしてあげることによって相手の陸受け引き出してからのミラーディガーで、でこれでも結構コスト使いすぎじゃねって思うんですけど、トントンっていうね。そうでここはそのロリババ避けたいんですけど、ロリババだけだとクロスを守れないんで、こう頑張って回してロリババミラーでクロスだとかします。これ絶対ですね。ロリババミラーを徹底するか、まあユーノとかディガーを加えないと結構ダメージ受けちゃうんで、今のはまあ多少ダメージ受けてでもミラーを回してロリババミラーでクロスを処理します。はい。でもあと430ぐらいだとまあギリディガーで削れるから、もうでもマスケテスラバーバリアンとか置かれてガチで引き込まれると、まあ多分突破できないかもしれないですけど、スペルがないのが弱点なんでね、このデッキ削りスペルが。でこれでまあ陸受け引き出してからのっていうかあれですね、普通にユーノ振ってこのディガー飛ばした瞬間に絶対エリポンのところにバーバリアン来ると思ったんで手前に来たんですけど、まさかのユーノのところでバーバリアン裂かれたっていうタイミングがちょっと、はい、事故でしたね。でもここでも相手はバーバリアンないから陸受けないって分かってるんで、ディガー飛ばして、はい、回転切れですね。でまあ問題はこっからですね。問題はクロスに対して防衛クロスがきついんで、まあ、こっからなんですけど、攻めクロスを立てられた時にロリババミラーがあればいいんで、それ以外はとりあえずもう後ろから様子見て、プリンミラーやったかな、これワンチャン回すか、ワンチャン回すってなったんだ。ここでクロス置かれても回せばいいっていう結論で、よいしょ、プリンセスミラーして、相手はウッドじゃないんで、まあ、これが処理できないですね。よいしょ。でこれでディガー飛ばすかな、ディガーを、そうクロスを壊しに行きます。ディガーロリババで、そう壊しに行くと、いや美味しいですね。これで壊せてるんで、プリンセスも残ってるんで、よいしょ。でプリンセスも出して、このプリン延命して右側を延命かつ攻めるですね、このまま。で左のプリン2体も延命しますね、ちゃんと。まあ、こういう細かいところなんですけど、この微妙にね、あーでも延命するか悩むなっていうところも結構延命していくと結構楽にね勝つことができます、ね、相手がどんどんコスト割いてくれるんで。はい、というわけで、まあ、ロイ、ペッカ、ロイホグ、いろいろあって、最後のこのロイは止めれませんでしたね。この遅延ロイはね、なんか相手があんま攻めてこなかったんですよ。なんか防衛ばっかりで、だったんで勝てたんですけど、まあ、このペッカ戦かな、最後、見て、まあ、終わりにしたいと思います。というわけで、まあ、ペッカですけど、この相手のペッカは結構テンプレの、ずっと生きてる、ずっとあるペッカ工場なんで、まあ、プリンセスが、結構行きますね、相手ザップなんで。けど、まあ、気づかなかった。途中までロリババあるよねみたいな感じで思ってたんで、でもまあ立ち回り的なのを見てもらえたらいいなと思います。よいしょ。でこのなんだろうな、結構今回のペッカとかのペッカのこの相手だと意外とね立ち回りがちょっと変わってくるんですね。僕だとここでディガーコウモリするんですよ。そしたら右のペッカきつくねってなるんですけど、ここでコウモリを抑えたことによってやっぱ相手がザップ使うんですよね。ザップ使ったんで、そしたら、ミラーコウモリで本当は全部守れちゃうんですよ。けど、まあ相手がエレキとか出してきたんで、ちょっと無駄にコスト割いてますけど、あえて、あの瞬間にディガーコウモリをすることによって、やっぱザップを使うじゃないですか。なんでそこを、まあコウモリで、ペッカの7コスに対してミラーコウモリの3で処理できたら美味しいんでね。っていう、まあそういう風な逆サイ攻めっていうのも結構大事になってきますね。よいしょ。なんで、他の試合ではあんまディガーコウモリする、ミラーコウモリすることないと思うんですけど、まあ、意外と今のまあ場面にもよるんですけどね、ああいう場面があったら、ワンチャンミラーコウモリしてもいいですね。てか、まあ相手がコウモ、ザップも雪玉もなかったら、逆にミラーコウモリばっかしとけば相手は苦しいみたいなところありますね。よいしょ。
で、これスケで守るんですけど、絶対っていうぐらいザップ来るんで、まあ、ユニットで守ります。で、このガインが痛いんですけど、で、これは左にディガーコンブにするかな？しないか。一回防衛ですね、一回防衛。で、で、僕はあんま有能ミラーをしないんですけど、その有能ミラーしちゃうとコストが結構4コスって重いんで、あんましないですね。よいしょ。で、ここはもう、トルネ使うかな。意外とこれだけで守れちゃいますね。で、左は相手ターゲット受けてから、まあ、ダメージ許容ですね。でも左落とすことしか僕はもう考えてないんで、ハシメプリンかな。いや、後ろか。一回後ろで落ち着いて。さあ、相手は、こういうところでハシマイペッカとかをされる方が僕はきついんですけど、相手がなかなかしてこなくて助かりましたね。で、今、コウモリかな、多分コウモリかスケルトン、どっちかにザップ打ったんで、今の、まあ、スケルトンが生きたりはしますね。これ延命して、これは延命したかったんでミラーユーナ出しましたね。これは、ここで言うのが、ああ、入んないけど、まあまあまあ、コウモリが活躍してますね。で、これは延命しようとしたんですけど、エレギが出て、まあ、しゃーなしで無理。ってわけなんですけど、まあでも、これを繰り返していくと、結構、あれですね、相手はポイズン削りしたいけど、ポイズン咲くと咲くで、このエリアドが今やばいんですよね、エリアドが。で、ここは陸行きはスケルトンミラー。意外とこういうのもしたりしますね。なんか、あんましないですけど、相手がゴレとかラバとかだとスケルトンミラーはしないんですけど、こういうペッカとかのこの陸行きがちょっと、陸デッキ、まあ人技系統のデッキに対しては意外とこのスケルトンミラーとかが相手にはめっちゃ刺さったりしますね。よいしょ。まあ言うてこのデッキも陸受け結構多いんですけどね。まあ一つ一つが脆いんで、あとはもうディガーミラーで終わりですね。で、ここでディガーミラーすればいいんですけど、多分しなかったですね。ディガーミラーすればよかったけど、一回守ったっすね。このペッカ守れるか不安だったんですけど、めちゃくちゃ楽勝でしたね。よいしょ。受けが豊富。で、回転早いんで、これは有能プラストルネして、プリンセスが右殴れば、まあこれ飛ぶんで全部。よいしょ。で、一回落ち着いて防衛して、このスケルトンミラーが強い。はい、でもあとはこれ、ハシマイプリンかな。ハシマイプリンとディガーで終わりですね。よいしょ。はい、グッドゲーム。ってわけで、あれあれ ?58 守られる。あ、あれだ、これギリギリ焦ったんですよね。焦ってやばいってなるけど、結局多分余裕で守れて、よいしょ。やばい、焦ってる、自分が焦ってる絵が面白いですね。あ、神湯の作でってわけで、まあ、こんな感じでギリギリだったんですけど、勝つことができたっていうわけで、17で終わったんですよね。これめちゃくちゃ悔しいんですけど、17で終わってめちゃくちゃ悔しいんですけど、まあリベンジしたいですね。またなんで、このデッキで20勝できたら、それも動画にしようと思うんで、ちょいとね、上がるかわかんないですけど、ちょっと楽しみにしてもらえればいいかなと思います。というわけで、まあ、こちらミラー U のミラー、ラット式ミラーデッキ。めちゃくちゃ面白いんで、ぜひぜひ使ってみてもらえたらいいかなと思います。というわけで、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。